武道というのは己との戦いをしなくちゃいけないんですよ。これでいいともなりませんから。だから自分で例えばこう決めたら、それをいかにこだわり持っていかに追求して自分との戦いをしながら高めていくかですから、対象者がないんですから。では、まあ、我々がとても先生のそばに行けるなんては思っておりませんけれども、ただ言えることは間違いなく塩田剛造の血を引いているということです。合気道に関してはそれはもう本当に自信持って言えると思います。やはり今言ったその教えをいただいていることを大切にして、それを守り通すことが私たちの義務だと思うし、またそれを伝えていく。で、自分が他界した後に、あ、よく似てたなと言われれば、それでよかったのかなと思いますね。10年先になるとか5年15年先になるとちょっと分かんないですね。先のことは全然分かりません。だからその日その日が一日一日大切って言いますけども、やはり今現在をいかに最高潮にしておくかです。その繰り返しが毎日ですね。ですから何世紀何世紀って皆さんおっしゃるけども、夢はいろいろ夢がありますよ、たくさんありますけれども、こうありたいとかありたいする希望だけで終わらせたくないですね。やっぱり現実に自分の足で一歩一歩踏みしめていきたい、その一歩一歩踏みしめていきたいというのは今言ったそういう育てることであったり、自分がもうちょっとさらに小説の域に近づきたいという夢であったり、もっともっと上手になりたいという夢であったり、さまざまなものがこう混じって、ただ言えることは自分の足で空想の世界でいたくないと、あるいはその思いだけの世界ではない、やっぱり確実に自分の肌で感じ肉体で感じて進んでいきたいなと思います。